けはですね、2016年まで遡るんですけれど、日本に住んでる中国人の詩人で、デンゲンさんって方がいるんです。デンゲンさんってどういう字書くかっていうと、田んぼの田に原っぱの原、まあ、日本語にすると日本の名字は田原さんって言いますが、中国人なので伝言さんなんです。伝が名字で言が名前なんですね。でその方はとてもユニークな詩人で、日本語で書いた詩がですね、越智詩章っていう詩の詩壇ではこうすごく有名な章があって、それを受賞されてたりとか、谷川俊太郎さんの研究者でもあったり、谷川さんの中国語への翻訳もしたり、それから他の金子みすゞさんとか太宰治とか、そういう方の文学を中国語に翻訳したりしている、とても面白い詩人なんですよ。その中国読みだとティアンユン、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 はい、さんですね。でも伝言さんでもう全然中国人、中国の方は OK なんです。はい。でその方が私にその、この原作者は周大新さんっていう中国人の方なんですが、周大新さんという小説家の、アンコンっていうのを映画にしないかっていうふうに言ってくださったんです。でその伝言さんと私は友人関係ではあるんですね。っていうのがきっかけで、最初、驚いたんですけれど、そんなに簡単に映画っていうのはできないですよね。それはとても嬉しい話だったんですけれど、で同時にですね、伝言さんはまずこれ合作って決まる前の話なんです。私に取らないから、はい、で中国側の出資者を探すからって言ってくれて、でわずかそのちょっと記憶は曖昧ですけど、1週間か2週間後ぐらいに中国の出資者決まったよってすごい連絡くれたんですよ。なんか資料でその企画から携わったみたいなことを書いてあった方が出資者も集めたってことですね。そうですね。すごい。そうなんです。それで、じゃあまずは、どういう話かって聞きましたらね、周さんっていう原作者は、実際に息子さんを亡くされて、その実体験から出発して書かれた小説だっていうわけです。息子を失った親の話だと。っていう大まかなことは聞いたんですけれど、実際に読んでみないとわからないんですよね。でまだ、翻訳がされてなかったので、これは名古屋と関係があるんですが、その伝言さんの友人の、名古屋経済大学の教授でいらっしゃる谷川剛先生って方がいらっしゃるんですが、その方に翻訳をお願いしたんです。要は私たちが読むための映画用に翻訳してくださって、その翻訳がこの映画に合わせてちょうど日本でも出版されるんです。川出書房から出るんですけれど、で、翻訳したのを読んで、でとても独特な小説なんですよ。それはどういうことかって言いますと、2つ特徴がありまして、1つは父親から息子へ語りかけるようになっていて、で今度息子からその返答で父親に今度語りかける、語りが主になっているような、こう手紙ではないんですけれど往復書簡のような感じで成り立っているんですね。でその間にいろんなことが分かってくると。それともう一つは後半、ある種こう第一部第二部ってなってるわけじゃないんですが、第二部的なところがですね、もう完全に死後の世界なわけです。もう天国にいるんです、息子が。で天国はこういうところだよ、今どの段階にいるよっていうようなことのやり取りを父とする話で、やむにやまれの思いで書いたっていうことはよくわかるんですよね。やはり悲しみっていうのは伝わるんですけれど、一方でその今お話したような書き方でもあるし構成なので、じゃあこれを映画化するにはどうすればいいかっていうのはまた別問題というか、小説としてはいいんですけれど、じゃあどういうふうに映画化するかっていうのは難しい問題なんですよ。それで、今回脚本を書いてくださった富川さん、はい、富川さんは私はもう前から機会があればもうお願いしたいとずっと思ってた脚本家なんです。
で富川さんにお願いして、で富川さんが今私がお話したような小説の難問を見事に解決してくれたわけなんです。というのはどういうことかって言いますと、まあ、一つは、これは原作にないことなんですが、この映画に出てくる瓜二つの青年がいますね。これは原作にはなくて、まずそれを登場させたっていうこと、それからその青年が死者と交流できるって設定にしてるってこと、まあ、これは、まあ、今お話したようなこの父と息子がこうある種の往復書簡的なことをやってるってことは、言葉を変えればそういうふうに捉えられないことはないわけですね。しかしそれをこう映画的に置き換えたっていうんでしょうか、この2つのアイデアが出たことによって、ああこれはいけたと思ったんです。まずは原作者のこの周大新さんって人にまず会うわけですね。で出社とも会って、会うんですけれど、まあ、周さんはとても映画に関心が高くて、映画をよく見てる方なんです。でちょっとこれは手前味噌になるんですけれど、私の蛍の墓っていう映画が台湾で公開されたんですよ。そのおかげで中国語版の DVD も出てるんです。で意外なことに中国で見てる方が結構いるんです、はい、それで周さんも見ててくださって、まあ、この監督にならうん、映画撮ってほしいと言ってくださって、で映画と小説はこう表現の仕方が違うので、同時に書いてもらっても構わないと言ってくださったんです。ただしこれは自分の実体験から出発しているので、うん、一つだけお願いしたいことは、中国人の親子だけはそういう設定にしてくださいって言われたんですよ。で私はその、お話を聞くまでは私に監督に依頼があるくらいだから、これは原作は中国人で中国を舞台にした小説だけれど日本に置き換えていいってことなんだろうなと思ったんですよ。しかしその話が出た時に、もちろん日本で中国じゃない子ってこともありえますけれど、それだったらもう中国に舞台も中国、中国人の役者ってした方がスッキリするし、まあ、私はすごく不安でもありましたけれど、うん、そういうことを面白いと思うタイプでもあるわけですよ、うん、まあ、未知の経験はしてみたい、ね、と思って、うん、じゃあ思い切って中国を舞台で中国で撮るというふうに決まったんですよ、うん、それでなおかつそこで合作にしようということも、まあ、正式に決まるというか、まずですね、これ2016年に始まったっていう話をしたと思いますが、はい、で実際に撮影したのは2019年の秋なんです、うん、コロナのちょっと手前なんですよ。コロナの手前なんです。じゃあなぜそこまで時間がかかったのか、出社も集まった、決まったって言ってるのに、実は脚本が難航してるんです、うん、難航っていうか、それなぜかって言いますと、中国人が思う家族感というか人間感と、うん、私たち日本人側の家族感っていうのは違うんですよね、うん、っていうのが分かったわけです。と言いますのは、脚本を富川さん第一稿書いて、うん、向こうに行くわけです。でそうすると彼らが読んだ印象っていうのは日本人の親子のように見えるって言うんですよ、うん、この家族は日本人のようだと。でそれとも私は分からないので、うん、じゃあどういうことがって聞くわけですよね。そうすると中国人っていうのはみんな自己主張すると、うん、ですからそれは家族だろうが第三者だろうが自己主張をし合うので、うん、ぶつかることもすごく多いんですって、うん、実際喧嘩することも多いし、うん、まあ、それが普通だと。しかしこの家族は特に夫婦間がとても物分かりが良くて、うん、そういうところがこうおとなしく見えると、うん、それが彼らからすると日本人的だっていうわけですね。彼らは裏を返すと日本人をそういうふうに見てるんだなっていうことでもあるわけですけれど、まあ、中国人の家族にとにかく見えないというわけなんですよ。なんかでもお父さんの権力がすごい強いっていう感じも受けたんですけど、そうです、はい、そういう男家長がいわるみたいな、そんな感じもあるんですか、ね、はい、非常に強権的な父親っていうのが今も彼らの中では多いそうなんですよ。
ですからあの設定は中国人からするとすごくリアリティがあるというわけです。でそこで、まあ、内容で例えばこういう展開良くないとかこういうところを、うん、あのこうした方がいいんじゃないかって内容だったらば富川さんともう本当にベテランの力のある脚本家なのでいっぱいもう引き出し持ってるわけですよね。しかし内容もちろん内容は内容なんですけどその家族像の違いだったりその人間の見方の違いなのでこれはこう手を入れていく中でのまだこう食い違いをこう修正していくのにすごく時間がかかったってことなんですね。どうクリアされたんですかね中国の方。それはもう富川さんのこう粘り強く言ってることは分からないでもないので粘り強く書き込んでいっていただいてで向こう側とこう合意に達したっていうか2016年に最初に中国この仕事としては最初に中国に行ってあの出資者と周さんに会ってあこれは本当にやるなと思ったのでできるなと思ったので2017年から中国語を習い始めて今も続けてるんですよ。ただそれはもう週1時間とか週2時間程度の日本の感覚で言うと日本人の中学生の英語ぐらいのレベルって言っていいかと思います。それで、じゃ中国を舞台に撮ろうって中国人の役者で撮ろうって決まったわけですけれどじゃあスタッフ編成どうするんだって話になったわけです。で中国で撮るんだったら、まあ、じゃあ日本人は最初スタッフにしようとその撮影は、うん、それで実際にあの行ったスタッフっていうのは私含めて6人なんですよ、うん、私とカメラマンの押切さんでカメラマンのチーフ助手は、日本人に行こうでしょうか照明の技師の押田さんで照明のチーフも日本人にしよう、うんそれから、DIT ってデジタル この映像の管理っていうか映像のことを見る、まあ、撮影部といえば撮影部の範疇なんですけど一応独立したポジションなんですけれど、そこは日本人にしようでこれ5人ですよね。であと私で6人で他は全員中国人スタッフなんです。 ですけども仕上げは日本でしようだから仕上げのスタッフは全員日本人なんですよということを向こう側と話し合って決めたっていう、撮影自体はですねもう脚本ができるまでの苦労を思ったらもうノートラブって言っていいぐらい何もなく進んだんです。でそれは後で終わってみてから私なりにこう考えてみますと、うん、まずやっぱりカメラマンが日本人だったっていうこと あの最初にじゃあどういうフレームにする、どういうアングルでいく、あれこのシーンは何カットにするのかって相談するのはカメラマンですよね、うんうん、その時に通訳を返さないですぐ私と話せるわけですよ、うんうん、っていうのはまあスムースにということが一つとそれからやはり役者のレベルが非常に高いので、うんうん、演技の NG がもうないに等しいわけです私からすると、うんうん、もう本当にたまに細かいことがあるぐらいでもう全員が本当に役にぴったりの人がやってるので違和感がないわけです私にとって。そうするとこう現場を止めるものがないんですよね。要はカメラマンとはうまくいき役者がうまくいきもうすごく安定した土俵で進んでいくので、まあはい、そこがまあスムースにいった原因だと思うんです。なんかそのいろいろ海外でのロケって聞くと、はい、例えばイタリアなんかだともう車止めできなくてすごい大変とか聞いたりとか、はい、するんですけど中国はそういう体制はどうなんですか。はい、あの大きくはこうスムースにいったわけですけれど、うん、違いっていうのはあの面白いことも含めていっぱいありましていっぱいではないんですが、うん、ありましてまず一つ違うのは、たまたまでしょうけれどスタッフの人数がまあ私が通常日本で体験する経験する、約倍の人数いるんです、はい、日本から行った、スタッフは6人だって話をしましたよね。で合計80人ぐらいのスタッフいるんです現場に。多いですよね。多いです。日本だとやはり 3,40 人、まあ、もちろん対策の場合もっと言いますけれど 3,40 人だと思うんですけれどこれも80人ぐらいいる。
ですよ。それがまず。それはなんでそんなに聞いてみましたらですね、助手の人件費が安いって言ってました。あで各パートでこうあるこう額って決められていて、その額内だったらこうギャラさえ合えば何人呼んでもいいってことになってるらしいんですよ。でもちろん上限はあると。あ、はい、上限はあるけれどもここまでなら呼んでいい、その折り合えばですね。ってなると各パート人の多い方がいい、まあいいんだ、あの一人一人の負担は減るわけですから楽になるって、こう目いっぱい呼んでるわけですよ。じゃあ意外とすごい賑わった現場なんですね。もうそれが一つは大変だったのは、あの中国人も、中国人って一般化できるかどうかは言いませんけど、うんうん、イタリア人の今お話が出たので、あの話し好きが多いわけですよ。それ人数も多いので就職かな、喋ってる人たちいるわけ直前まで。でちゃんと日本の政策部のように静かにって日本、うん、あの中国で言うわけですよね、うん、でようやく静かになって取れる、うん、っていう、まあ、ことがあるんですね。あとは、まあ、面白かったのは、あの中国は果物が安くて豊富なんです、美味しいですけど、まあ、果物に限らず、うん、要は準備してる時、まあ、照明とか時とかいろんなものを準備してる時にかなりの数の人がいろんなものを食べながらやってるっていうのがあるんです、うん、オリーブ、もぐもぐタイムですか。よく食べてる人たちが、日本では飲み物が置いてあるとかあったり、こう飴とかそういうこう、まあ、お菓子でもそれは食べるのはなんか休憩の時に食べることありますけど、こう食べながら準備するってのはほとんどないんですよね。それはなんか食べながらこうやってるんですよ。それはある意味こうなんか開放的っていうか、ああそうなんだって思いましたね。それからこれはあの面白かったのは、日本ではあの衣装とメイクって2つの部署に分かれてるんですよね。でところが向こうは、まあ、今回だけの映画なのか、まあ、一般的なのかまだ分からないんですけど、その2つを統括するようなデザイナーみたいな人がいるんですよ。デザイナー、デザイナーっていうか、あのこういうポジションが日本にないので分からないんですけど、要は衣装もメイクもあのヘアメイクも髪型とかいろんなことをまずこう案を出す人がいるんですよ。で私はその人とまず話をするんです。こういう衣装がいいんじゃないか、こういう髪型がいいんじゃないか、例えばメガネするんだったらこういうメガネがいいんじゃないかとかいうのを話し合って、で私とその人が了解に達すると、その人は現場に行かないんです。で現場に行くのは衣装担当、メイク担当っていう人がいて、決めたことをまあ現場でやるっていう、まず最初にこうデザイナーっていうのかな、うん、大きく話をするポジションの人がいるんですよね。もう見た目のルックを全て衣装からですか、そうですと、はい、統一する方なんですね、はい、これはなかなか面白い、うん、あのいいと思いましたね、うん、まあ、もちろん日本のように衣装メイクで分かれていて、うん、両方でこう間出し合ってっても悪いと思いませんけれど、うん、これはこれで一つの面白いやり方だなって思ったのと、うん、あともう一つはこれはこっちの方がいいなと思ったのは、あのより専門的な話になりますけど、日本では最初のロケハンっていうのは先行ロケハンっていうか、うん、は制作部っていう部署がやるんですよ、うん、それは撮影許可もらわなきゃいけないし、うん、その本を読んで脚本を読んでどんな場所をイメージするかって制作部が場所を探してきて、その候補を監督とカメラマンと美術と照明とで、まあ、見に行くわけです、助監督含めて。でああだこうだ言いながらどこにしようって決めていくんですけれど、向こうの場合の先行録音は美術監督と制作部が行ってるんです。でそれがなぜいいかっていうと、もう美術の責任者が行ってるので、例えばこの部屋がガランドだったとしますでしょう、うん、じゃあここにどんなものをこう、じゃあイメージのためにもうそこの美術がいるので、うん、ここでできることはどういうことか、あるいはどういうものを置けばそれなりに見えるのか、うん、っていうのがもう出てきてるわけです、うん、その分こう早いわけですね、うん、でその後にその候補地を私もカメラマンに行くっていうことなので、これはなかなかいいシステムだった。美術の方は中国の方ですね、中国です今回、はい、それ中国が舞台なのでやはり日本人の方が難しいですね。ですよね、向こうの生活に根ざしたことを
分かんないです、ね、分からないと、そうですね、はい、うん、これもまあ専門的な話になりますけど、うん、あの救急車とか、うん、パトカーとかタクシーこれ出てくるんですけど、はい、これ全部本物なんですよ。あ、そうなんだ。これ日本では考えられない。パトカーもですか、本当に警察が来て持ってきてくれてるわけですで、それを撮影お願いしますって言うと分かりましたってやってくれるってことですか。はい、あ、すごい。救急車もあれ、これ街中あのサイレン鳴らして走ってる、それは本当は撮影用に走ってもらってるんですけど、街中の人は知らないですから、本当にあれ本当に病院から出してもらってるんです。そんなの平気なんです。平気っていうか素晴らしいというか、素晴らしい映画に対して理解があ理解があるってことですね。あの、それから病院も本当の病院なんです、あれ。あ、そうなんだ。それから患者さんいるんですよ。その中で撮影してるんです。で、そのスタッフたくさんいる。まあ、あの病院はあのものすごい広いっていう、そのこうスケールがでかいんです、注目サイズは。まあ、そういうこともありますけど、病院で撮影できたってことと、あとあの葬儀場とか火葬場ありますよね。あれも本当の火葬場なんですよ。そういうところで撮影できるっていうのはちょっとびっくりしましたね。